です。エコです。ピンク。ラテ。ピン。ピン。始まるよ。イエーイ。今日の企画はどれだけビリビリに耐えられるのかです。この5つの種類のビリビリの中からじゃんけんして勝った人から選んでいってやってどれだけリアクションノーリアクションを保てるかっていうのを競っていきます。1位の人には豪華景品が待っています。1位目指してビリビリ耐えていきたいと思います。せーの、どうぞ。じゃあ選んでいきたいと思います。マッキーでいきたいと思います。いきます。終わりました。すごい。何します？じゃあやばいかな。痛いけど私その3回やるとめっちゃ痛い。はい、では勝者を2代目ピティさんに決めてもらいたいと思います。発表お願いします。第1位はでんレイナー。イエーイ。レイナーめっちゃ強かった。でもすごい親指がやられました。では1位だったレイラには豪華景品の静電気除去グッズをプレゼントします。ありがとうございます。ありがとうございます。静電気除去グッズ、ほんとだ。静電気防止ヘアブレスです。ありがとうございます。すごい。強い味方をもらいました。なんか思った以上に2人が強くてびっくりしました。もっと2人とピヨンってなるのかと思ったら、と思って、あんだけ痛いのによく耐えてた。ネロもできるかなって思ったけど、意外に耐えました。そう。なんかペンは、しびれ？たまに来るじゃん。しびれ。それくらいの痛さで、扇風機は静電気が一気にパシッてきたくらいの痛さだったので思ってたよりは弱かったから2、3回ぐらいいけたかなそうだじゃあみんなもビリビリグッズね、友達と一緒にビリビリ遊んでみてください。もしこの動画がいいと思ったら
高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。バイバーイ。